シールドってね、全然連絡を取りやがらねえ。このままだとターゲット、ミエイの移動を開始するぞ。はい、こちらバウト、シャットダウン。モリロって、今どこにいる、というより目的も聞いてないのにどこに向かってるんだ。あれだろ、日本の人だろ、京都。東京だよ。いや待て、今シルロッテが京都ならそのまま三重に向かえばこちらより早く到着するか。よし、シルロッテ、そのまま三重県の天の江村に向かってくれ。ターゲットはそこに移動している。はいよ、マップは、なんだここ、奈良県かよ。修学旅行みたいな間違いしてんなよ。と今向かうわ、じゃあな。くそ、あれで俺っちよりも地位が高いんだから悪神教は本当適当な組織だな。隙があれば俺が動くか、無理なら三重まで待機だな。駅まで問題なし。まあ、こんな人混みの中で問題起こすのかって話だしね。悪神教って悪い集団だけど、どこか小心者だと思うんだよね。一気にドカーンってやれば楽だと思うんだけどね。そもそも目的がはっきりしないのが気持ち悪いわよ。神を目の敵にしてるのはわかるけど、司教たちのやってることって大半、あれどうでもよくね。ってスタンスなのよ。そうだね、じゃないと奏を誘拐する意味とかわからないしね。だって生きられて困るなら殺した方が手っ取り早いのに。そうそう、ずれてる。だからちょっと今回の相手も気持ち悪いって感じるのよね。そういえば月下、スザクバー。じゃない関たちは元気。生命反応は感じるんだけど出てこれないのか、もしくは出る余力すらもないのかも。月下も無理しないでよね。今の月下は正直全然強くないんだから。はい。私だって少しは戦えるようになったの。まあ、パトたちに比べたらそりゃ大したことないけどさ。かなでさんは今までどんな生活していたか聞いていいかしら。いろんな施設に転々と移動してましたね。もちろんお声は何度かかかったのですけど。まあ、容姿もいいし、性格も悪くないからね。でもなんで断ったの？今回と同じです。名字が変わるからです。それに実は私結構な問題児なんですよ。そうなの、そうは見えないけど。感情が高ぶると理性がおかしくなるんです。あれ、素じゃなかったんだ。もちろん本音ですけど、なんでしょう。いきなり感情が異常に高まって制御できなくなるというか。昔はそれで本音を言って人間関係を壊してきました。もちろん今も変わりませんし、気をつけていてもすぐに理性がなくなるからどうしようもできなくてですね。多分、この子も能力者なんだわ。そしてそれは気持ちの高ぶるタイミングで自動的に発動してるんだ。だけど奏さん本人には自覚がないから、精神異常、という形で障害が出ているのかもしれない。もしこの件が終わったらその悩みについて聞いてあげるわ。別に悩んでいません。この状態の自分も好きなので。ただ、自分で制御できればいいなって思う程度です。変わった子ね。よく言われます。ねえ、文句じゃないんだけどね。なんで特急じゃないの？入院生が決まったのほんの数時間前よ。無茶言わないでよ。すみません、私のわがままで。6時間の辛抱よ。疲れたら寝ててもいいわ。本当、ちょっと眠くなってきたから寝ててもいいかな。あなたはダメ、しっかり守ってて。はぁ、私の次元支配なら早いんだけど、その代わり移動とか全部自力だから、奏と合わないんだよな。バカだと片道体感時間4日くらいかな。無理無理、往復で1週間とかそっちの方がきつすぎる。日本は道が整備されてる分能力者には優しくないのよね。三重くらいの距離なら走れば数分で済むのに。式夏式で光が使えたらこんな距離数分で済むのに、私の学生時代の通学路より近いじゃない。私が奏さんを抱きしめて光を使ってもいいけど、オーラで強度を上げずに使うと普通に奏さん死んじゃうと思うし、やっぱり無難に公共機関を使うしかないわよね。我慢我慢。あの人雰囲気がおかしい。全くここの雰囲気とは違う。顔も目も全くこっちを見ていないのにずっとこっちを見られているような、そんな嫌な感じ。意識をそらさないようにしないとね。このタイミングであんな雰囲気出すなんて偶然じゃありえないもの。ねえ、奏さん、ちょっと席変わってもらっていいですか？いいですよ。さて、人も結構入ってきたわね。今なら人混みにまみれて頸動脈を切るくらい楽勝ね。俺っちの横にいるやつなんでこんなにさっき出してんの？むちゃくちゃ嫌なんだけど。さっさとどっかに行ってくれないかな。出発します、乗客の方は。さて、そろそろね。長旅だから頭を伏せてるのか、おかげで首を切りやすい。次の駅まで2分、その走行中に殺害して即座に扉を壊し、外に投げる。
奏を守ろうとそのまま飛び出せばさすがの天の絵も怪我をするだろう。その状態から私がお前をキール。名前だけ叫んで扉の前で止まっても後ろから差し付け飛ばしてやるよ、バーカ。ぐんない、奏。はい、カクホット。はい、もう少しさっきを隠そうね、おばさん。奏じゃない、なんでこいつが。奏さん、同じ帽子を何枚も持っててよかったわ。おかげで簡単に騙されてくれたわ。ダメだ、逃げないと。まさかあなたが奏を狙うなんてね、ずっとおさんくさいとは思ってたけど。くそ、呼んでよ。なんで、あなた、奏と席を変えたでしょ。それに隣に奏がいたはず。だからその子がおとりになって奏を別のところに移動させたのよ。自然支配、支配どうか。自然環境に溶け込むように、周りの気配と同化するわがメインすることでもない能力っと。カナさん、こんなところまでどうしたのですか。ちょっとね、どうせ時間いっぱいあるし、車両探検も行きじゃない。最悪だわ、まさかこんな形で、私がこんな。おぉ、カナせー。くしょー。お前が無理やり奏を奪うからだろう。私にとって最後の拠り所だったのに、お前が、お前が。あがめるな。ゲッカちゃん、もっと強く取り押さえて。そんなことを言っても奏を殺そうとしたのは間違いないわ。黙れ悪者、奏は渡さない。どうせどこかに行くなら私がこの手でー。悪者はあなたよ、私はしっかり手順通りよ。正義はこっちよ。はい、ダウトー。必要の恩恵。正義。痛い、ねえ、痛い。かっこよく正義をかざした私、かっこいいの世界三強の天の絵放火さん、今どんな気持ち。放火さん、いい加減汚い手で触んな。うわぁ、ここから見る眺めも悪くはないわね。さて、電車止められたらうざいし、制御回路ぶっ壊すしかないか。やめなさい。さて、このままお前を突き落として私もずらかろうかしらね。逃げても無駄よ、お前は指名手配される。この事件の目撃者がいたらね。この電車の末路は曲がりで脱線しておだぶつ、速度が落ちないといろいろリスクあるしね。さて、どうする、どう止める、いっそ死んで思考放棄した方が楽なんじゃない。お前の情報はこっちは網羅してんだよ。矛盾前のお前程度なら近接が得意じゃない私でも止めれる。何者だ。今日挨拶したでしょう、キリア、ヘイリオス。お前を殺す死神だよ、よろしくー。着地してすぐに能力で追いつかないと。させるかバーカ。必要の恩恵。放火さん、想定支配、粘着縄。すごい、縄が勝手にくっついてくれるから力がいらない。お前らはいつもそうやってあと一歩で粘ってくるよな。往生際が悪い。鬱陶しい、わかってんだよ。お前ら正義側のご都合展開はよ。いつもギリギリで助けが入る。演出か、狙ってんのか。ああ、いや、そのまま一緒に落ちて仲良く肉塊になって混ざり合ってろ。必要の恩恵。こっちは人助けしてんのよ。敵が落ちないなら黙ってみてろ。必要の恩恵がつかない。え、なんか耐性があったのか。厄介ね、これはちょっと本気出さないとかしらね。ぶつかっていっちゃって、とりあえず殴る。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。